フィムユネル元へワールドカップは電動バイクによって行われるロードレース。国際モーターサイクリズム連盟によって認可されている。初年度の2019シーズンではヨーロッパの5つのサーキットにおいてモートジッピーのサポートレースとして開催される予定だったが、同年3月にスペインのヘレスサーキットで行われていたテスト中に火災が発生し、機材の多くはダメージを受け、 マシンはすべて失われた。そのため、開幕レースとして、同年5月に予定されていた、ヘレスサーキットとフランスのサルトサーキットでのレースは、中止され、4会場、6レースからなる新たなレーススケジュールが発表された。イタリアの電動バイクメーカーであるエネルジカから供給されるエネルジカエゴコルサによって、レースが行われる2019年のもとへ、 開幕シーズンである2019には7月から12月にかけて6レース開催された。イタリアのマッテオ・フェラーリが初代チャンピオンとなった。前述のように5月に予定されていた開幕戦はテスト走行中の火災により延期されたほか、第2ラウンドのオーストリアのレースでも第1ラウンドの覇者にキトゥーリの機体が充電中に発火するトラブルがあった。 2020年のもとへ5月から12月にかけてレースが予定されていたが、新型コロナウイルス感染症の流行により5月のスペイングランプリは中止され、7月以降の新たなスケジュールが発表されている。ありがとうございます。